それでは人間そっくりの秘密を少しだけご紹介しましょう。まず、このように滑らかで自然な動作を実現したのがエアサーボシステムです。ロボットが苦手と言われていた、こんなにダイナミックな動きだってできるようになりました。そしてこれだけの高性能を頑張ってぎゅーっと凝縮することに成功。だからこんなにスリムなボディになれたんです。あ、ちょっと調子に乗りすぎた、すみません。私のことばかり話してしまいましたが、会場には最先端のロボットたちが大集合しています。人の役に